俺カブトトみたいになっちゃった。あったこいつは、これするわ。いやーこれ腹立つわ。ドリフやからみたいな。マッサンからドリフとドリフかけてるとは。何したんですか。餃子はね作ったことないんですけど、僕なんか王将のカウンターでこう作ってるの見てるからね、だから分かるんですよ雰囲気は。知った通な口ぶりで完全に使い方を間違えたトリュフを餃子の皮にのせ、さらにフォアグラキャビアを加え、超贅沢な下準備が完了。あとはフライパンで焼くだけ。でちょっとこれ焼いてみる。さあ大事に包んだ世界三大珍味が中に入っている餃子。